はい、陽介です。今日は漁港にキッスリに来ました。でこの場所がですね、2年前の冬は意外とですね楽しい釣りができたんですけど、今シーズンね、一等ギスが入ってるのかどうかちょっとわからないですね。2年前もね、その飛び抜けて大きいのはいなかったんですけど、まあそこそこね、数も釣れて楽しめたんで、ね、今回もやってきました。で今日は1月25日の火曜日ですね。で今7時20分ぐらいなんですけど、で行きたいと思います。で、まあ、校内なのでそんなにね遠投もできないですし、まあちょい投げでちょい投げでね釣る感じになると思いますので、今日のタックルはこんな感じです。で後でね、まあ、釣れても釣れなくてももう1箇所か2箇所は回ろうと思ってて、後でそっちの方はね投げ竿でやりたいと思いますので、どうかねそっちの方も最後までご視聴の方今日もよろしくお願いします。ではね準備して、釣りを始めたいと思います。あ、それと釣りの動画が調光動画が多分1月の初めの方、年明けの釣りでね止まってたと思うんですけど、あとはねショート動画とかでしかご紹介してなかったと思います。というのもですねカメラが壊れてしまってですね、動画を撮りたくても撮れなかったんですよね。まあその間ね釣りに行った分に関しては、まあ釣果だけをインスタグラムの方に上げたりとか、ちょこちょこやってましたので、まあよければねそちらの方も見てください。今日ね撮影ができる状況になったので、久しぶりにね動画を撮りたいと思いますのでよろしくお願いします。やっていきます。ですね、今日の、ロッドがジグキャスター、ダイワさんのジグキャスターですね、ショアジギング用です。で、これがですね、60g、そうですね、10g から 60g まで対応してますので、まあね、そこそこの鉛も投げれるんですけど、一応15ぐらいのやつをね、つけて投げてます。まあ投げ竿よりはね当然竿も柔らかいので、このね竿先のあたりとかね引きとかそういうのをね見ていただけるといいなと思ってるんですけど、ちょっとね見やすいように先の方にね白いテープをね巻いてみました。若干見やすいかなどうかなとは思ってますけどね。はい、今一投したんですけど、ちょっとねこのとろろ昆布みたいなやつがついてきちゃいましたね。これがつくとちょっとね釣れないんですよね。ちょっとね場所をこうちょこちょこポイント変えながらね投げていきたいと思います。やっと乗りましたけど、なんだろう。やっと乗りました。目こっちです。ちょっとやっぱりね、この海藻が、藻がね、ついてくるので、ちょっとね、場所を移動しようと思います。
少しね、校内の方に移動して、そっちでね、同じような状況だったらね、もうポイント自体を変えようかなと思います。ちょっと動きます。朝一で入った港の方はですね、ちょっとやっぱり藻が、トロロ昆布みたいな藻がね、ずっとついてきてたので、結局ちょっとダメっぽかったですね。で、メゴチが一匹だけ釣れたんですけど、もう、で、その後他の漁港をちょっとね、見て回ったんですけど、風向きが悪くてですね、で、ちょっと予報よりもね、強い風が吹いてて、釣りができるような状況ではなかったので、まあ、年末年始にちょっと良かったね、このポイントにまた来ちゃいました。その後、状況がね、わからないんですけど、釣れるといいですけどね。で、一応、タックルをね、投げ用の竿に、変えました。そんなに投げなくていいのはいいんですけど、ちょっとね、遠目にいる場合もあると思うので、投げ竿に変えて、で、例の、発泡ジェットですね。で、やっていきます。で、とりあえず針は3本つけてますので、これでどんな感じかですね、やっていきたいと思います。風が当たらないので、いいんですけど、さあ、その後、キスはまだいるんですかね、ここは。まあ、こんな感じでね、ちょっとのんびりやってみます。カミツキハゼですかね。ああ、ちょっとキスはもういないのかな。よいしょっと。もうちょっとね、頑張ってみます。あちこち投げてますけど、釣れませんね。しばらく頑張ってあちらこちらに投げてみたんですけど、全く当たりがないですね。今日はね、小潮なんで、潮がね悪かったのかもしれないんですけど、ちょっとね雰囲気がないですね。どうしよう、今度どこに行こうっていう感じになっちゃいますね。まあ、今日ね風で竿が出せなかったところポツリポツリね上がってるようなので、まあ次回はそちらにでも行ってみようかなと。それかまあもう少しねやっぱり足を伸ばして釣れるポイントまで行かないとダメなのかな。ここはね昨年の秋のうちにね、うろうろ冬に釣れる場所をねないかなと思って、深場をずっとね探して回って見つけた場所だったんですけど、年明けかな、2回目の初釣りの時ですねは結構ねいい方が釣れたんで、しばらくはねここで遊べるかなと思ってたんですけど、ちょっとね雰囲気なくなっちゃいましたね。まあ、かなりね水深は深いんですけどね、残念です。で、まあ、今日はねとりあえずもう帰ります。よいしょ、餌もね余っちゃってるんですけど、
仕方ないですね。今日の釣果はメゴチ1匹か、メゴチ1匹、カミツキハゼ1匹でした。当たりはね何度かあったんですけど、まあ最初の港でね あった当たりはちょっとキスっぽくはなかったんで、まあメゴチだったのかもしれないですね。でここで1回当たったのはちょっとキスっぽかったですけどね、残念ながら乗らなかったです。ちっちゃかったのかもしれないですね。ではこれでね帰りたい、今日はね帰りたいと思います。残念な動画でね、最後までご視聴お付き合いいただいてありがとうございました。ではまた次回の動画をね頑張りますので、ちょっと久しぶりのね動画撮影で頑張ってみたんですけど残念でした。また次回お会いしましょう。今日は最後までご視聴ありがとうございました。